はい、どんさんこんにちは、ノアです。今回ですね、これもう超懐かしいまである、iOS 使ってみたいと思います、久々に。はい、今の環境どうかなと思ってて、意外とね、これ強いなって思う要素が自分の中で実はね結構あるんですよ。で、例えばね、今段のスーパーサイジン2天使悟空だったりとか、魔人ベジータの UR、 あれどっちもこれ対抗できるスペックを持ってて、まず魔人ベジータの、固定戦闘力、はい、消せますね iOS で。で、iOS で固定戦闘力消すだけじゃなくて、今回マガブロ採用してますので、これで1ラウンド目、はい、5000クイックにすら持っていかせません。で、固定戦闘力無効にして、記録をね超ダウンさせることができれば、まあ、まず相手ね5000本戦闘力出ないので、1ラウンド目の先行もまず硬いかなと、ここでね思います。で、通悟空の戦闘力倍増とかダメージ倍増も時間定ユニットでね、あいつのアビリティかかった後に削るんで、これアイオス結構理にかなってるんですよ今の環境ね。で、相手女アバターだったんで、まあそうですね、女アバターの戦闘力の倍率とかもね消していきたいなと、持ってるんですけど、まあアバターじゃない、バトルタイプね、まあ悩みどころだけど、アイオス転身って来たらやっぱり人造バーサーカーじゃない。さあ、バーニングアタックまでいけるかちょっとな、まあ微妙ですけど、はい、まあ久々にねちょっとアイオストリオデッキガチゴチで今回組んだんで、まあここね、これまた懐かしの、はい、人造バーサーカーでしょう。で、2ラウンドアプリかな、やっぱり鉄板の。いや、マジで久しぶり、アイオストリオとかもうウルトラゴッドミッションのまあ覇権を握ったねデッキだと思うんですけど、最近はもう本当にめちゃくちゃ廃れてたじゃないですか。でね、もう使う人も本当、減っちゃったし、好きな人しかね使ってないようなデッキだと思うんですよ。いや、でもね、いや、天津ベジットもねこれ採用できるって考えたら、結構これもね強いと思うんですよ、未だに。で、まあ、肝心のフリーザ復活とかも刻意と、まあ、あれですね、ブロリーで、戦闘力をね抑えられ、ああいないんだ復活、ああなんでもないし、想定していたデッキの何でもないというね。なんかでも相手も懐かしいね、この編成。はい、クラチェンビジットがおります。そうだから、リーズ復活も戦闘力出せないからさ、まあ、1ラウンド目は大丈夫で、2ラウンド目も7000制限とかかけておけば結構ね、まあ殺せるし、フリーザ復活ってまあ戦闘力7000だとしたら1万4000しかねパワー増やせないと思うんですよ。でも、この組み合わせだったら、ね、1万4000ぐらいだったら全然削ぎ落とせられるんで、まあそこら辺もね対抗できるのかなって、はい、思います。いや、これ意外とブロリーがいいかも、マジでマガブロいいよこれ。はい、相手4200いいね。はい、で、これでしょ、まずは最強コンボ。あー強い、これは強いよ。さあ、相手のベジータはなんだ、あれ、よっしゃベジットがいる。あ、まさかのヒットベジ。おお、なんだろう、相手のデッキなんかちょっとコンセプトは分かんないですけど、高いね高いね、降臨がいて、ヨッシャーがいて、でまさかのゴジットがいて、はい、いやいいですね、合体戦士が好きなのかなって感じで。さあ、アイオストリオ久々なんでちょっとさばきがね、若干怪しい部分があるんですけど、8500しか出ない、なるほど、そんなに頑張んなくていいかな、アバター出すか悩むね。そもそも時間的にとこれいつ使おうか、まああれ、うがつだったと思うんで、まあ次のラウンドでセーブした方がいいでしょう。で、次で時間的にやるんだったら、まあここのラウンド、降臨悟空の4倍とか抑えといて、とりあえずね。で、まあブロリーもうちょい出す、まあアバター出さない方がいいでしょう。はい、こんな感じで、うわ楽しいな。さあ、おっと、5枚出しかな、行くか、歴戦のチェンジスイッチで、ここの枠も結構悩んだんですよ。これゴレンじゃん、今使ってるキャラゴレンだと思うんだけど、まあ悩んだんですよね。で、まあまあまあ固定も止めれるし、エナジーね悟空側で増やせるので、やっぱりアイオスの強みってエナジーの差をつけることにあると思ってるんですよね。で、そうすることによって、
固定戦闘力をね毎回封印すると、そうだから意外とやっぱりここなんかはジレン結構安定かなと思います。で天身ブロックバーストここでやっちゃいましょうかね。これてか結構1ラウンド目の損害でかいと思うんだよな。相手火力やばいもん。ヨッシャーがいてだってこれ4倍でしょ。でアイオス半分にしてもさ、ドッカンゴジータもかかってるし、ちょっとこいつ止めないとやばいね。はい、でこれができちゃうのが天身ブロックバースト。さあ今の環境だとグロバっていうともう対空班ぐらいしかいないと思うんだけど、はい、まあ、天身ブロックもねこれ未だに強いんで。さあ今いくらぐらいするんだろうねこのカード。なんかもうアイオストリオの衰退とともに天身ベジットの需要も下がって値段が落ちたイメージなんで、ちょっともう6000円とか5000円ぐらいまで落ちちゃったかな。さあ来ましたよ時の牢獄。はい、これが強いよね。でウガツがちょっと今回消せないんで、まあどうしていこうかなって感じなんですけど、まあまあまあ 40% ぐらいだったらね。さあいいね、まずはパウト、ゴジットとアバター気絶、記録回復でかいよ。あとこの国威の戦士ね、そうこれがいいですよねこのデッキ。はい、1400ダメージ。それか国威の戦士いるんだったら魔人ブーでもいいかもしれない。思ったよそれ。うわそれやりたい、魔人ブーでもよかった。これちょっと今度やろうかな。このデッキだったら合わないわけでもないし、魔人ブーのシークレットをこのジレンの枠入れるとワンチャンもっと完成度上がるんじゃない。でその固定ダメージに関しても、まあ魔人ブーだったらね回復できるし、まあ、あとは人造をエリートタイプにすればワンチャンそれでも全然いいかもしれないです。さあ来た。お、これは時間点やるんだよね。やるならマジでどっちでもいい気がする。いやめちゃくちゃどっちでもいいですねこれ。まあどっちでもいいんだったら9位っていうのもあるけど、いやここワダクできます。ピーストドロックの火力増やすためにワダクできます。さあ来た。ピーストドロックがこれ強いね。やっぱりアイオスといったらピーストドロックですよ。でキーソードもね、これパワー10万ダウンとかも強いですし、やっぱりなんといってもね、アビリティ封印。はい、来た。で、これね、気絶してますので、確定でこれ封印できるんですよ、これ。ヒーローアバターでしょ。いや、ヒーローアバターでいいと思います。カーナクションアビリティ、これで使えないじゃん。来たー、強い。これ強い。最高だ。最高だよ、アイエス、本当に。あー、しかもパーフェクト。さあこれでまあ HP75% 以下になると思うんだよね。ほら 1.5 倍の2倍だし、いやキーソードって言っても結構火力出ると思います。これ君では逃げられない、君では逃げられないよ。ドワーン、いいダメージ。次のラウンドの敵アビリティ発動をロックしたぞ。いいダメージだ。あーでもちょっとこれ体力が75% いかなかったですね。でこれが、はい、使えないんだな。強い、素晴らしい強さだアイオス。さあそして悟空水に何もさせない。ガード向こうも4倍もこれで魅力。いくらねそんな脳筋のパワーを持っててもアイオスの前では無理ですよこれ。あーいいですね、4500クラスなんだこれ。やばいそれは。多分オーナーアバターの 1.5 倍も乗っかってたんで、キランが 4×1.5 でパワーが 4×4×1.5 やばいだろそれ。さあ悟空3止めたこの恩恵はかなりでかかったと思う。あーでも結構強いね。あーマジですか、結構食らってますが、はい、ここもね本来だったら必殺技を打たれていたところ、天身ブロックで天身ベジットでねきっちりセーブしますよこれ。ほらこれ技打たれて2万コースだったのに天身で打たせないから、もうこのデッキはもうはっきり言ってしまえば魔人ベジータもうね完封していると言っても過言ではないと。で次のラウンドでまた固定戦闘力もこう入るし、時間的にと使えるんでこれ強いかもしれないマジで。
時間転移が使えるのやばいな、安心感えぐい。さあただ、さすがはヨッシャーベジット、結構ダメージが出ている。でもヨッシャーとウガツの4倍の2倍これ消せるんで次で、だからこんなにダメージ食らってても全然余裕なんですよ実は。あとはアプリだね、アプリ何使おうかな、はい、これどうでもいいです、これあの時間内で消せるんで、はい、全く問題なしと。はい、1万9000まで下がっちゃったんで、まあ、ウルゴットかな、どうすかね、これ多分ここの安牌ね、ウルゴットだと思うんですよね自分。何まさかここに来てエナジー妨害系はやめてほしい。あーよいしょ、全然 OK、 はい OKOK、 そんなものは、あれ待って、あ、え、嘘、最悪、手につけなくなったじゃん、うわ、マジか、忘れてたそれ。いや、ちょっと待って、ね、それはまずくない、それはまずいな。あ、でも相手アバター起きないから、いや待て待て待て、7000制限相手使ってるんだよね、先行これ取れない、いや取れるか、ワンチャン取れそうだな、だって小手戦ないし、まあ記録もそんなないから、そうですね、いやここは全然あの全然大丈夫ですよ。でウルトラゴッドアプリかけてるんで、まあちょっと時間帯ユニットのあれはミスったけど、逆を言うとさっき軽減ダウンの方を使ってたと思うんだけど、あれでよかったんじゃない。うわそうだ、エナジーマイナス1忘れやすいんだよな。まあここはね真骨頂でしょ、アバター転身アイオス、このパワー妨害でねどこまで耐えれるかっていう。さあジレンはどうしようかな、これまあ僕側にする意味あんまないんで、このままでいいでしょう。いやそれはしくってる、おっとなんかアバター、あアバターそっか記録隠してるからポジットだけ出せないって感じだね。いやーだるいなーマジだれ。よしいいよ、強し、いやでもこれちょっとエナジー溜まってるのはなぜだあれ固定戦努力向こうできてない、もしかして。あそっか1ラウンドで先行取ったからダメだ、固定戦出てるじゃん、ああですよね、そっか忘れてたそれ、固定戦闘力、まあ、どういうことかっていうと先行取ったせいで相手のアビリティが最初に発動してて、まあまあこれもねすごいねめんどくさいんだけど、先にアビ発動されちゃうとこれダメですね、まあ、先にこうベジットゼノのアビリティが発動されてエナジーマイナス1の、それでエナジー差がつけられなくなっちゃいましたね。でその後に黒いナメックが発動したところでベジットゼノでエナジー増えないんで、やっぱりあのベジットゼノ強いよね。あーやばいなこれ、なんかちょっと雲行きが怪しくなってきてるんだよな。まあでもまあまあまあ、いやこれこそ真骨頂じゃないの、これでどこまで守れるかっていう。で HP が約2万2000ぐらいあって3人技が止まってる、でパワーマイナス、まあまずここで1万5000じゃん、半分にしてから、まあ待って1万5000、いや結構守れると思います普通に。でガード1のゴジット出てないんで、まあ悟空3のガード向こうは痛いけど、まあでもそこに入るかも分かんないしね、ほら意外と硬いガードが残ってるから得意とかで。さあここはなるほど、そうだね、いやこれは食らいたくない。でミラクルは封印してます、敵だけミラクルが出ないっていう状況。よっしゃー、 できれば次の一撃がバーサーカーのとこかナメック君に来てほしいんだけど、なんでそこ来る。はいチャージですけども問題なし、ベジットゼノ頼むマジで、
バーサーカーヒーローで。はぁ、ざけんな、マジで。なんでそこしかないんだって。あのさぁ、もうマジでおかしいかんね、ほんと確率。超えすぎだろ、今の。誘導発動してんじゃないですかってレベルで来んじゃん。マジで確率の壁超えすぎだから。いや、あと何発あんのだってこれ。あー、でももうドッグ&ジータしかないけど、これもここ入ったら終わりじゃん。うわー、今のつまんないね。今のつまんねえ、マジで。全部飛んでくじゃん。うわー、バカゲー、本当に。確率の壁超えすぎだから、本当。超えすぎだって。バカゲー、本当に。ちょうど死んだ。もうマジで最悪。相手の運良すぎだろ、今の。クソゲーだったね、マジで。今のはクソゲー。ほんとごめん。全部ガード向こう飛んでくんだもんな。まだまだ上を目指せる。マジで、なんなんこのゲーム。本当に、いい加減しろ。わあ、なんだこれ。相手160位なんですよね。この悟空はなんだ、3ラウンドアプリ、なるほど。いや、もう何もかもが分かんないんだけど、相手のデッキ。とりあえずポルンガブロリーの、まあ、耐久には違いないんだけど、なんでベジータが入ってんの、あの魔人の。よく分かんない、マジで。よくわからないね。うわ、マジでさっきのゴミすぎる、本当に。本当にゴミだった。なんださっきの、マジで全部入ったな。しかも体力6に7000何百でちょうど死ぬし、なんだあれ。マジで自分が同じ状況に落ちたら神ゲーなのに、相手にやられると一気にゴミゲーになるな、本当に。ふざけんなって感じだよね。これどうしよう、待って、よくわかんない相手、よくわかんない。うわー、マジさっきの勝ちたかったな。なんか身勝手エリートなんだけど。身勝手のエリートってもう今回の銀龍ぐらいしかいなくない。本当に、なんかよくわかんないね。でもポルンガはまあ出してくるでしょう。うわ、これはちょっとアイオス刺さってるか。でもまあ一応マジンベジータは消せるし、でブロリー技打てないじゃん。まあ2キルしないときついよね。でもどう考えても、まあ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 、あーそっか、カードアクションできない。ちょっと待てよ。で貫通ベジットか。まあまあまあ、貫通ベジットはでも悟空いるからなんとかなるでしょう。そもそも相手に先行会員取られてもこれなんてことなると思うんだけど、気のせい。だって貫通止められるし、でポルンがいないから実質相手2人しか技打てないし、で固定戦闘力は使えないからそんな戦闘力が出ない。まあアベジで技打ってきたとしても、いや、そもそもこれアイオス変身アバターでパワー抑えれるから、まあこれだけうざいですけど、いや、なんとでもなるな。まあですよね。でこれあるんで、まあキーストドロックは3ラウンド打てないんですかね。最低2ラウンド打てない。これどうなんだろう、ブロリー。あー、でもきついか。マジで銀龍じゃん。あ、そうやって使うんだ。面白い。はい、ブロリーデッキにその身勝手の極意、結構いいっすね。でもさ、マガブロ刺さりすぎじゃないこれ。マガブロ刺さりすぎてやばい。あの相手が記録全員消滅してるんで、マガブロはこれ誠に遺憾なく刺さってると。さすが、もうブロリー対決をこう制していくスタイルで。あー、9位じゃなかったわ。9位じゃないんだったらまあバーダクでしょう。 1.5 倍はうざいんでね。いやー、そっかそっか。あー、ブロリー
まあ、正直言って、まあ、火力全然出せないですね今回。あのブルリーでも前ラウンド1000にされちゃうから、アイオスのキーソードを刺さないとどうしようもないっていう状況でも、これ難しいな。相手が10万アップしてくるから、そうなると10万ダウンさせたところでなんだよね。これどうしようかな。でもさ、相手がこうパワー半分吸収してから、アイオスで半分にできるのはまあ強いよね。いや、この固定戦闘ぶつぶせるのめっちゃ気持ちいい。これ強すぎる、マジで強い。いや、これやらないっす。いやマジで強い本当に反則的に強い。それうわー、魔人ベジータ封殺してるのめっちゃ気持ちいいですね。さあこのラウンドどうするか。5レーンいけるぞ。でもジレンに変身させる意味がないんだよな。だったら、まあ、相手が仮に、あーでもいいや、このラウンドは交代して大丈夫です。まあ絶対ベジット出してこないんで、出してきたところで先行取れないから相手、まあ、それは全然 OK。 まあなんちゃってアイアスにかけとく。なるほど、まあ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 ですよ。いや、それしかできないでしょ。さあ、行くぜ行くぜ。で、銀龍の苦手がちょっといい感じに刺さってるように見えて、まあその2万5000ガードアップも、まあ所詮ね、これで半分にして5000ダウンさせればほとんど残らないんで、そう、ガードはそんな怖くない。しかもアイオス半分の永続だしね。はい、これもまあ読めてるんで全然。で、次のラウンドだよね。いやだってもうタッチアクション封印できなくない相手。次絶対カーナクション封印しかないと思うから、まあそこでホルンが消滅させといて4ラウンド目で勝てるね。で、こっちの先行はもう揺るがないんで、はい、ああいけるいけるいける、全然いける。あ、相手もう気力5本しかないんだ。じゃあまあ5000出されたところで、はい、まあ次相手7000制限でも先行取れないですね。これ多分本来は魔人ベジータでこう先行を取りたかったんだろうけど、それ潰してるからですね。ってなってくるとバトルアプリなんだろうな。まあ HP 回復とか、ちょっと HP 回復されちゃうと嫌だね。いや、そっちかな。あ、いいよ、テクニカルもねできれば取りたいから。いやー、これでも次のもタッチアクションを使えればこのナメックで亀裂が狙えるから、でこのブロリー気絶させればもう4ラウンド目は絶対勝てんだよね。マジでマジで。あー惜しい。まあいいでしょう、アガクがいいさ、どうせ君は何もできないよさあやってくるがいい。ファイヤーバースト、さあどっちだ。打ってきたら時間定位で戻すけどねさあどうだ。おお、やってくる。はい、いいね。どうせ技止まってるけどイグ、さあいいダメージ4711で、本来は10万アップの必殺技飛んできてたんですが、ここがね天心ベジットの強み。さあブロリーが止まってます。完璧に止めてるね、ベジット最高。やっぱこの天心ベジット好きだな自分。これイラストもかっこいいし本当大好き。ゴッドフィニッシュ、いや決めていきたい。ゴッドフィニッシュ、フィニッシュしていきたいよ。さあこれはなんだ。はい、ブロリーがブロリーを召喚していく。さあこれも時間手にするからマジでどうでもいいです。さあ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 、ここはもうやっちゃっていいでしょう。
ここでやらずしていつやるってレベル。行きましょう。おっと、流れ打つが発動した。はい、銀龍の輝き、完全なる空気だから何ってレベル。マジで銀龍の輝きの戦闘力半減も消せるのいいですね。てかアイオスいいね。まあ、さっきはねちょっと失敗しちゃったけど、アイオスの時間とユニットのこの汎用性が高すぎて、まあ今のも消せるし、なんならゴールデンフリーザのパワーアップも消せるからね、その後に上げられちゃうけど、またまあそれはきっちりアバターとか転身で不正でさ、固定戦闘力潰してるっていう恩恵でかすぎる。ああ、何千制限マジ。いや、それは、あ、なるほどね。はいはいはい、相手頭いいね。なるほど、エナジーさっきので10個になったから固定戦が潰せない。なるほど、それは頭いい。だが所詮そんなものはまやかしでしか過ぎない。行くぜ、時間でユニット。はい、10マップ戻しました。さあここで転身ブロックいきましょう。さあバターは出してきっちり悟空に変身させることで貫通パワー1にして、ああいいねいいねいいね。いや今回のバトルめっちゃ楽しいな。さあここ相手からしたらもう落とすしかないと思うんで、まあおそらく全出しは確定でしょう。だが全部出してきたらもうね、こっちの逆に高校のね総攻撃が始まるから、まあ背水の陣だよね相手からしたらね。さあこれはなかなかいい勝負なんじゃない。ちょっと腎臓で記録回復できないのが痛いけど、まあまあまあ大丈夫、国威の戦士がなんとかしてくれるはず。さあ頼むぜ、これが強い。いやこれ強い、もうベジットの貫通さ唯一レベルじゃない、もう唯一レベルで対策できてるよねこいつ。カードアクションを封印すると、まあそれは別にタッチアクション使えるからね。まあ仮に、まあ、全部ブロリーに攻撃が入ったとして、さっきみたいね、で暗黒シェンロンで全員気絶させられるから、はい、全然大丈夫です。でここがちょっと難しいかな。誰止めよう。いやもう正直ここはね定数で見ちゃっていいと思う。パワーが2倍になったキャラクターは、いや自分こいつでいこうかな。はい、スーパーベジットで、まあパワー2倍もあるし必殺係数が高いっていう理由。正直天身ベジットで、まあ、あの技がね飛ばぬキャラクターってアイオス使ってるとこれ半分になるから分かんないんですよ、よく分かんなくなっちゃうんで、まあ、だったら係数が一番高いキャラクターを狙っていくっていう作戦。はい、牢獄が発動、転身のチャンスも発動。さあどうなってる。あーなるほど、ベジットは技が打てなくなってますね。あ、そっか2倍かかったから総裁ってことね。あーなるほどなるほどなるほど。じゃあ今回で言うと単純にパワーが低いキャラクターを狙った方が良かったのかな。まあでもあれじゃない、それはそれで腎臓でパワー吸ってるから、あーいいね、全然食れてないじゃん。無駄なんだよ。はい、来た、かっこいい、最高最高だよ。いや今回のベジット光ってるな。そしてこれが強い、マジで最強最強。そもそもパワー1だし貫通だから、もう腎臓もクソもなく、はい、パワーが全員1で、まあ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 パーフェクトなんてね押してきちゃったところで、はい、全然これもいや頑張っても、あ全然問題ないんだな。お、デストラクションアイオスに入るかな。でカーナクションもそんなにないんで相手ね。あーまさかのアイオスがアイオスに、はい、懐かしい光景だね。まあゴッドミッション全盛期の頃はあれだったと思うんだけど、あら8200、意外と入ってるね。なんで、なんでだろう。あ、魔人ベジータ、あーなるほど。まあでも魔人ベジータの固定ダメージを消す目的で次元でも、まあ良かったんだけど、でもそれはそれでさ、いやそれはそれで
カバー1できないから、まあまあまああったんじゃない。あ、意外と食らってるけど気にしないもんね。はい、さあでかい、これでかいよ。1320。ああ、なるほど、キーソードロックがあったか。さあ誰を止めてくる。おお、アイオス、マジで？アイオス止めてくる。そこはい、でもきっちりとセーブしていくと。さあいいんじゃない。いや、これはもらいたいところですね。さあ後攻で相手もうミラクル出ないんで、復活できないんで、まあこっちもできないけどマルカリータで、まあでももう耐えられないでしょ。カードアクションないって言っても、もう耐えれない、ブロリーに当たらない限り。やばい、そういうこと言うとブロリーに当たるからちょっとあんま言わないようにしよう。はい、いいですね。まあまあまあ3回ブロリーに当たることはまずないでしょ、さすがに。それは確率超えすぎだから、100何分の1でしょそんな。いや大丈夫大丈夫、3回連続ブロリーはないから。おいしょ、ナイスナイスナイス。お、さらにナイス。さあこれは決まったでしょう。さあブロリーギガンティックオメガ、あ、これ強いやつだ。さあ係数10が光っていく。アイウスに関しては係数11。あー、ロリと筋肉だるまの戦い、いいね。いやー、かわいいわアイウス。お、からの時間点返し、アイウスデストラクション返ししていく。あ、口果てるがいいで、いいダメージ。さあこれ係数高い、いいダメージ、マジでいってんの、強っ。ブロリーやっぱ技の係数いいね。あ、で亀裂これで回避できたんで、あー抑えられていくか。いやでも、はい、来ました、勝ち確定です。あー最後もきっちりダイオスにね、はい、当たっていくと。さあこれがね、部下の上司に対する下克上ですよ。さよなら、しゃあ勝った。でラン活できないから、はい、ラン活で復活されて4ラウンド先行というルートも相手なくなったんで、はい、これで終わりですと。まあ仮に相手の HP がここで1位残って耐えられてても、キーソードとこのねナメック南国シェーンだったから、はい、まあどちらにしても勝ちというね、はい、勝ちゲーですよ。おっしゃーということで、まあちょっと危なかったね。なんだろう、結構余裕ぶっこいしたらまさかのエナジープラス10で固定戦闘力できなくなるっていうね。そう、これまあね、さすがにあれは焦ったけども、まあ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 結果オーライでしょう。やっぱりアイオスいいな、なんか使っててすごい楽しい。本当アイオス1機使ってて楽しい。ちょっと今シーズンね、まだランキング戦あるんで、ちょっとアイオス1機使ってね遊んでいこうかなと思います。はい、で今ね結構順位というかポイントもね、まあまあそこそこいい感じなんですよ。まあ100位以内はちょっとまだまだ遠いけど、そう189位っていうね、まあまあやれるとこまではねちょっとやろうかなと思います。まあでも極み35段は狙えるんじゃない。 SBBH が続く中でまだ極み35段は狙えると思うんでね、はい、いやー、そっか、アイエスのスタンプないんだよな。まあここはロベルちゃんで行きましょう。さすが私、いやー、いい勝負だったね。はい、ということで最後は多分テクニカル入ったと思うんで、はい、350ポイントでいいですね。ということで、今回の動画も、こんな感じでご視聴いただきありがとうございました。終了画面の方からおすすめ動画の方はぜひご覧ください。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。